ラバーカップラバーカップは清掃用具の一つでトイレの排水口や風呂場、台所の流し台等の排水管のつまりを直すための器具である。ラバーカップには複数の種類があるが一般的なものは棒の先にゴムでできた半球状のカップがついている。洋風便器用のものはカップの先端が筒状になっており便器の Z 穴と呼ばれる部分に対応している。 ラバーカップは水溶性のものが詰まった場合や水圧不足の場合に有効である。まず、ラバーカップを排水口に密着させ押し付けることにより、ラバーカップ内の空気を出して、次にラバーカップを上方向に強く引っ張る。この動作を何度か繰り返すことにより、詰まったものを吸引する。水や汚れが飛び散らないように押し付ける動作は静かに行うことが好ましい。ラバーカップは、 吸引カップ、吸引器、通水カップとも呼ばれる。また、すっぽん、パッコン、プカプカ等の通称でも呼ばれる。英語では、プランジャーと呼ぶ。英語のラバーカップは、この器具全体ではなく、器具の先端のカップ状のゴムの部分を刺して用いられる。また、この器具の部品以外にも、例えば、ブレーキピストンのカップ等を刺すのにも用いられる語である。ありがとうございます。